皆さん、こんにちは。しょりみチャンネルしほです。はい、ということで、今回はですね、今回は、なんと、私の誕生日です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、また1歳老けてね、とうとう13歳になってしまったんですけども、中学生ですよ、皆さん。いや、時は早いと思いますね。ということで、なんかね、サプライズでなんか、13個プレゼントをね、こんな感じでなんか用意してくれてたみたいなので、はい、ちょっと今日はね、そちらの13個のプレゼントを開けていきたいと思います。ねえ、もうなんかハッピーバースデーの文字とかもさ、すごい風船とかもさ、部屋がピンクと白だから、ピンクと白でほぼ統一されてて、うん、マジ可愛いと思って。セコちゃんの誕生日でいつもピンク系だよね。そうなの。部屋がピンクと白だから、マジ可愛い。こんな感じでーす、はい。ハッピーバースデーってね、今年はこの風船のをつけて、はい、はい、はい。あとこれ。風船、ユニコーン。ユニコーンと、あと13歳。これは100均のやつ、うん。はい。あとなんかクマがいるんですよ、シルバーの。なぜかシルバーの。クマね、ピンクいなかったのよ。そうなんだ。リミちゃんがじゃあシルバーねって。ピンクのもう、あるはずだったのよ。あ、そうなんだ。まあね。13個ね、プレゼントを用意しました。はいはい、ああ、嬉しい。ちょっと今横になってて分かりづらいんですけど、番号が振ってあって、6までってところまで行って、だんだんちっちゃくなってるんだよね。7、8、9、10、そう。13まであります。でですね、はい、13が一番小さいんです。で、1が大きいんだけど、どうするどうする、だから、13から開けてもらいたいんですよ、ね、実は。わかりました。はい。まあ、徐々にね、大きくなっていく。大きくなっていくよっていう感じで。了解しました。はい。どうします、もう開けていきますか、じゃあ。嬉しい。開けていきたいと思います。はい。はい、ということで、まずはね、13から開けていきたいと思います。でね、ちょっと、都合大人の事情でちょっと TikTok も撮りたいと思って。大人の事情それで、はい、ちょっと TikTok と同時進行でやる。まず、それは、ごめんなさい。ちょっとね、ライトがね、なんか明るい、暗いみたいな感じで、この車両がね、ちょっとね、こんな感じで。なんかこうなっちゃって、そうそう、こんな感じで。TikTok も撮りまーす。なんかちょっと、ごめんなさい、なんか。こんな感じになっちゃっていますけど、じゃあ開けていきたいと思います、はい、これなんでいいかな、 OK、 まあ、じゃあ開けていきますね。やばくね、なんか入ってる、なんか紙が入ってる、紙、何これ、誕生日なのにしなきゃいけないわら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 、耳折りなんかムカつくんだけど、何これわらわらわらなんだけど、気持ち悪いな、なんか。よし、やっていきますね。はい、腕立てでしょ、素晴らしいプレゼントですね。あ、じゃあその、私に筋肉をプレゼントしてくれるということで、とてもありがたいプレゼントありがとうございます。はい、その上でやる、え、この上でやるの、せんま、はい、お疲れ様でございました、おめでとうございますありがとうございます何このなんか変な気持ちは、はい、はい、じゃあ次も行きましょう。12個じゃないや、12個目、はい、行きます、行きます、ハハハハハ、恐竜、恐竜やばくない、恐竜です、やばいな、かわいいのか、なんかタイヤついてる、タイヤ、え、そう、走るんだって、ちょっとここの上は走るけど、あとで走らせて遊んでください、これで遊べた、ありがとう楽しいいいでしょ、恐竜、まあ嬉しい、嬉しいなよかった、喜んでくれて、じゃあ次行きますね、え、なんか若干暗くなってない、大丈夫、あ、大丈夫大丈夫大丈夫
夫大丈夫。まだ1個あるから。この先が思いやられるなと思ってないから別に。大丈夫かな。次11個目。あ、はい、マジだ。3個目。ちょっと分かりづらくてすいません。大きい方から出てきます。都道府県カルタ。都道府県カルタ。いいでしょ？頭良くなりそうでしょ？都道府県大の苦手で、都道府県カルタ、小5とか小6でやってたんだけど、マジで全然取れなかったな。ちょっと1個開けてみようよ。どんな感じなのかな。おー、あ、こんな感じだ。あ、熊本県。なんであなのに熊本県なの？ねえ、なんで？あ、なんかあるのかな。ずらーっとあります。おー、すごい。あ、なるほど。梅の遺産、なんか生産日本一、だから和歌山、だから羽化多分和歌山なんだ。ほら、なるほど、そういうことね。だから赤熊本だったりするんだ。なるほど、梅の産地なんだね、和歌山。おお、勉強になるね。さすがね。よかったね。ね、よかったよかった。嬉しい、嬉しい、ありがとう。嬉しいな。いいね、いっぱいプレゼント増えるね。ね、もう本当に嬉しいな。豪華豪華、めっちゃ豪華。次いきます。はい、次は4個目。うわー、ヒロアカのスタンプ。スタンプイエーイ、いいじゃん。これさ、前もなんか買って。そうだよね、開けてみようよ。開けますね。ランダムだよね。あ、見せちゃダメ。よし、いきます。いきますね、せーの。なんか分かった。とこやみくんです。持ってなかった。とこやみくん、嬉しい。とこやみくんです。はーい。持ってなかった。持ってなかった。よかった、ありがとうございます。カホにします。カホはい、次いきます。シンクロだからさ、エイトの先生かなとか思ったんだけど。5個目かな、次は。5個目いきまーす。うわー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 、待って、ちょっと待って。かわいい、うれしい。本物チョコ、本物チョコ、私さ、好きでさ。そうだよね、好きだよね、しんちゃんね。ありがとうございます。なんか最近アンパンマンチョコあんま見ないお店が増えてきちゃって。最近さ、ないよね。うん、なんでだろう。超嬉しい、ありがとうございます。マジで美味しいよね、これ。懐かしいね。小さい頃はもうみんなアンパンマンチョコあげてくれて喜ぶみたいなね。私でも喜びます。多分今ね、あの、偏見だけど、高校3年生とかにあげても喜ぶと思う。そうだよね。逆に喜ぶよね、もうね。逆に。ありがとう。ね。かわいいし、美味しいしね。はい、じゃあ次。6個目。6個目いきます。なんだろうな。なんだろうな。あ、なんか、なんか入ってる。何？何？え、何？なんか、何これ、タスキ？世界一幸せ者だそうです。いいじゃん、助けかけてください。わー、すごい。今日は世界一幸せ者でーす。いやー。え、いいじゃん。似合う。似合う？ありがとう。嬉しい。じゃあ、次。次行きましょう。7個目？ラッキーセブン。ラッキーセブン。7個目行きまーす。はい。私ね、最近じゃがりこにハマってるんですよ。そうなの？そう。美味しいよね、じゃがりこね。好きな人絶対多い。どう？海苔塩バター？美味しい。海苔塩バター食べたことない、ね。期間限定だって。そう、期間限定でね、あったからね。うん、これ美味しそうだなと思って。しかもなんか海苔塩バターと聞くだけで美味しい。美味しい？よかった。めっちゃ美味しい。後で食べますね。はい。8個目。次、8個目。お、ついに。2段目に行きました、列。上の段へ行きましたね。2段終了。はい。2段目に行きます。ちょっと中ぐらいにも入ってますけどね。
本当だ。いきます。はい。